これからあなたにはここで暮らしていただくことになります。もちろん強制ではございません。あなたがお望みにならないならいつだってここを出ていくことができます。しかしここにおられるからには仕事をしていただくことになります。最初にお断りさせていただきますが、質問はお受けできないことになっております。その答えはあなたご自身で見つけるものであり、私はいかなるお答えをする権限もその知識もございません。ではお仕事についてお話しさせていただきます。今あなたがおられるのは時計塔と呼ばれているところでございます。この部屋を出ますと時計塔の内部ということになります。塔の頂上へと向かう螺旋階段が伸びております。この時計塔自体が古い建物でございますから、階段はかなり傷んでおります。湿気や風化でぐらついているところもあり、抜け落ちているところもございます。手すりもございません。塔内には明かりも窓もございません。ですから階段を上るときはそこにカンテラをご用意しておりますので、そちらをお使いください。危険というほどではございませんが、用心は必要な階段でございます。それ以上に気を使わなければならないのは、階段を上りながら階段のことをお考えにならないことでございます。この階段はあなた次第の階段でございます。時間というのは伸び縮みいたします。楽しい時間は短く感じられますし、辛い時間は長く感じられるものでございます。それとこの階段は同じようなものでございます。違う点を申し上げますと、時間は実際には伸び縮みいたしませんが、この階段は実際に伸び縮みいたします。したがって階段のことをお考えになられますと、どんどんその段数は増えていくことになります。ですから誰もがこの階段の段数を数えたことはないと思われます。そのようなことをいたしますと、永遠に階段を上り続けることになります。階段を頂上まで上ると、そこには天井から鎖がぶら下がっております。実際のお仕事はそれということになります。円環状の鎖で、それを手応えがなくなるまでお引きください。そんなに重労働ではありません。それが1日分、24時間分でございます。それでこの世界は1日分、つまり24時間分回ることになります。この世界はそのようにして誰かがこの時計塔のネジを巻くことによって回ってきました。注意していただきたいのは、1日に巻ける世界のネジは1日分、つまり24時間分でございます。まとめて巻くことはできません。毎日1日に一度巻かなければ、そこで世界は消滅してしまいます。ルールは非常に厳格でございます。考慮される事情は一切ございません。あなたが体調を崩されても、仮に命が尽きてしまいましても、世界は消滅いたします。それが世界のルールであり、この世界であなたに与えられたお仕事でございます。その代わりというのは大変失礼とは存じますが、一日に一度その仕事さえ果たしていただければ、この時計塔の地下にはたくさんの食料を貯蔵してございます。主に缶詰になりますが、飢えることはございません。燃料もございます。小さい電力ですが、それも作り出せますし、トイレもシャワーもございます。この破滅した世界においては破格な待遇だと存じます。車もございますから、気晴らしにそのあたりを走ることもできます。あなたは監禁されているわけでも拘束されているわけでもございません。24時間に一度ネジを巻いてくだされば、どこへ行かれるのも何をなさいますのも自由でございます。
しかし、くれぐれも24時間という時間だけは厳守願います。このお仕事がお気に召さなければ、あなたはこの瞬間でもここからどこへでも行くことができます。しかし、あなたがネジを巻いてくださらなければ、世界は消滅し、そのどこかも消滅いたします。簡単なお仕事です。人を殺す必要も何かを奪う必要もございません。殺されることも奪われることもございません。もしあなたがこの世界を存続させる意志をお持ちでしたら、今すぐ階段を上り始めるのがよろしいかと存じます。1日目の階段は恐ろしいほど長くなるそうでございます。